さんこんにちは、小紫まゆみです。今日はスピーチやプレゼンテーションで緊張しないコツ、上がらないコツをお伝えします。一番大切なのは出だし、オープニングなんですね。オープニングの5秒間はいきなり話さない、5秒間話し始めるまでに待ちましょうということなんです。ではこの5秒間で何をするかということなんですが、キーワードがあります。それはルック、スマイル、トーク。日本語で言うとルック、見る、そしてスマイル、笑顔、そして話し出すというトークなんですね。このルック、スマイル、トークで5秒です。この5秒間が、聞き手との距離感をつかんで、そして自分の心を整える上では非常に大切です。いきなり話し始めてしまうと変に緊張を煽ってしまったり、声が上ずったままで自分の気持ちのセットアップをしないままに話し始めてしまって、その後のスピーチがねガタガタに崩れてしまうということにもなりかねませんので、5秒セットアップ大事にしてください。じゃあこのルックスマイルトーク、具体的に何をするのかということなんですが、まずルックです。会場全体をゆっくりと見渡してください。ここで気持ちを整えます。ああ、今日はこの広さの会場でこういう皆さんに向かって話をするんだなというふうに自分から見るつもり、見られていると思うと緊張するので、自分から見るつもりでゆっくりと見渡してください。そして最後のルックなんですが、一番会場の後ろに座っている方と目線を合わせます。これはですね、その後話す時の自分の声の大きさ、距離感によって声が変わりますので、あの奥に座っている方まで届く声で話すんだなというふうな声の大きさを測る上でもとても大事です。その奥に座っている方に向けて、目線を向けて、次はスマイルです。ルック、スマイル、にっこりと笑ってください。ここでまた気持ちを整えます。余裕がね生まれてきます。さあ気持ちを整えて、表情も整えて、そして話し始める最初の、挨拶ですよね。皆さんこんにちはというふうに一番奥に向かって座っている人に、話し始めればいいですよね。その後はまた、前の方から順々に後ろにジグザグ目線で動かしていくというね、そういう目線になってくるんですが、最初は一番奥に座っている方に向けてにっこりと笑って、皆さんこんにちはで始めてください。で、皆さんこんにちはって言ってからすぐに自分自身のスピーチの本題に行くのではなくて、こんにちはと呼びかけたのであれば、やっぱりこんにちはというふうに返ってきますので、それを待ってゆっくりとうなずいて受け止めて、それではということで本題に入っていただくという、こういう流れになります。ルック、スマイル、トーク、見渡して、そして一番奥の方に笑ってご挨拶、そして、皆さんこんにちはで本番のスピーチを始める。話し始めるまでの5秒間、しっかりと自分自身の心を整えて、ぜひいいスピーチ、プレゼンテーションにつなげていただきたいと思います。